皆さんこんにちは、ミステリー小説専門ブックチューバーの阿部氏です。本日のテーマは島田総司著先生術殺人事件です。ミステリー好きならいつかは読んでみたい、新本格ムーブメントへとつながっていく本格ミステリー超定番作品です。今回ももちろんネタバレなしで、作品概要、あらすじ紹介、読後の感想の順でお話していきます。はい、今回紹介するのは島田総司著先生術殺人事件です。定番ミステリーを読んでいこう企画第1弾。こちらの作品は以前アップした名作が読めない企画の中で手に取った作品で、今回ようやく初の島田総司作品を読破することができました。こちらの作品は1981年刊行の著者デビュー作で、御手洗清シリーズの第1弾となっています。後の新本格ムーブメントへとつながっていく日本ミステリー史的にもとても重要な作品で、週刊文春で発表された東西ミステリーベスト100の2012年度版では獄門と虚無への供物に続いて日本ミステリー歴代3位に選ばれています。これだけでもすごいなって思ってしまうんですけど、こちらの作品の人気は国内だけではなくて海外でも話題になっています。2014年イギリスの有力誌ガーディアンの密室ミステリーベスト10で第2位に選出。こちらはね、現代ミステリーの作品で、エイドリアン・マッキンティ・アイル・ビー・ゴーンでは、なんと今回紹介する島田総司さん先生術殺人事件に影響を受けて書かれた作品と言われています。ランキングとかね、海外の話とか、まあいろいろな話を紹介してきたんですけど、一言で言うと本格ミステリーの定番作品です。はい、表紙はこんな感じになっていて、こちらはね、講談社文庫の新装版、新装改訂版、はい、改訂完全版なんですけど、こちらの表紙はなんとなく怪しい雰囲気というか、こう真ん中に、まあ、時計みたいな中に人がいるっていう、まあ、この文字盤がね、あの数字じゃないので時計じゃなくて、これなんか星座に関連したなんかマークだと思うんですけど、そう、こんな感じでね、ちょっとあれですね。はい、本作は後書き含め529ページ。もうこちらの作品は序盤、物語冒頭からもう重厚感漂う展開で、そんなこともあって序盤は文字通り読みにくさとの戦い、時間をかけながら少しずつ読み進めていって、で後半は徐々に加速していくっていう感じの読書でした。はい、以前作業用読書動画としてこちらの先生術殺人事件を読んでいる読書動画をアップしておりますので、こちらの作品読む際はぜひこちらの動画と一緒に読書していただけたら嬉しいです。はい、続いてあらすじ紹介です。40年前の未解決事件、密室殺人、読者への挑戦状など本格ミステリー要素が満載の作品です。密室で殺された画家が残した手記には、6人の処女の肉体から完璧な女アゾートを作る計画が書かれていた。その後彼の6人の娘たちが行方不明となり、一部を切り取られた残殺死体となって発見された。事件から40数年、迷宮入りした猟奇殺人のトリックとは、名探偵御手洗清を生んだ衝撃の完全版登場。本格ミステリーの雰囲気が漂うという感じのストーリーで、でもその中でも特に驚いたのが読者への挑戦状の部分です。いつも通りのことで真相が気になって先を読んでしまうっていう風になってしまったんですけど、読んでる途中で突然読者への挑戦状がバーンってきたので、すごく驚きました。はい、続いて読後の感想です。最初の手記がすごく読みにくかったです。今回の作品は定番とか名作って言われてる作品を読んでいこうっていう企画の中で、まあ、チャレンジした作品で、なのでこれまでね、定番作品みたいなものをあまり読んでこなかった人が、まあ、読んでどうなったのかみたいなこともお伝えしていきたいなと思って、まあ、言ってしまうのですが、序盤が読みにくかったです。さっきあらすじでも言った通り、最初に手記っていう形で、そう、最初手記っていう形でバーって書かれていて、冒頭50ページぐらいまで続きます。でその部分が多分読みにくい、つまらないとか面白いとかそういう話ではなく、ただただ読みにくいっていうパートなので、ここがねすごく苦労したなっていうのがまずありました。はい、まずそこを乗り越えるまでが一つと、その先の展開としてザ・本格ミステリーみたいな探偵と助手の対話みたいなのが結構続くので、そこもねなかなかテンポよくとはいかない展開なので、そこも読書スピードとしては若干遅くなってしまったかなっていうポイントでした。最初の100ページで次の100ページみたいな感じで、だんだんね後半に行くに従って徐々に読みやすさが上がっていったというか、読むスピードもそれに伴ってすごくね上がっていきました。多分こちらの作品はミステリー作品を読み始めた頃に手に取っていたら序盤で挫折していた可能性が高いなって思いました。個人的には本格ミステリーを何冊か読んで、よく聞く定番作品にも挑戦してみたいっていう気持ちが芽生えてきてから手に取るのがいいのかなと思いました。本作の一番の見どころと言っていいかもしれないのですが、
メイントリックがすごいです。これはネタバレが怖いので、もう詳細は絶対に語れないのですが、この事件の真相とか謎が明かされる瞬間のもうその鮮やかさに痺れるっていう感じのものすごいトリックでした。このトリックがあったからこそ、もう後の本格ミステリーとか新本格ムーブメントへとつながっていくっていう流れがね、生まれたのかなっていうふうに感じました。まあ何度も言ってしまいますが、もう絶対にネタバレはしちゃいけない作品です。作品のところどころでもう古典作品へのリスペクトも感じました。ホームズ役の御手洗、そしてワトソン役の石岡という感じで、主人公2人はもう明らかにシャーロック・ホームズのホームズとワトソンだし、アガサ・クリスティとかエラリー・クイーン的なもう作品の趣向も見られ、戦前の未解決事件みたいなちょっとレトロな雰囲気からは横溝正史作品的な雰囲気も感じられました。これ後書きとかにもね書かれていることなんですけど、本作の発表当時は松本清張の影響で社会派ミステリー万歳みたいな状況で、まあ、そこへめがけてこちらのね本格作品をドカンってねこう世に問うっていう感じだったので、発表するのにも相当思い切りが必要だったと思ったし、まあ、そんな世の中の雰囲気もあってか、もう本格ミステリーって楽しいんだよって、面白いんだよっていう気持ちが伝わってくるというか、著者の本格愛が伝わってくるようでした。まさにミステリー好きのためのミステリーだと思います。重厚さとかシリアスさだけじゃなくて、石岡とね御手洗のこのユーモアある掛け合いみたいな、そういったねユーモア要素もあったりして、今後の御手洗清シリーズの展開もすごく気になりました。ミステリー初心者さんお断り的な雰囲気のある、すごくね重厚感漂う雰囲気の作品ではありますが、本格好きなら歓喜すること間違いなしの作品です。気になる方はぜひ手に取ってみてください。はい、というわけで今回は島田総司著先生銃殺人事件をネタバレなしでレビューしてみました。今回ね名作読めない企画第1弾ということで、まあ、だいぶ本音で話してしまったというかね、すごく読みにくい読みにくいって何度も言ってしまったんですけど、やっぱりね読み終わった今考えてみると、すごくね読めてよかったなって思った作品でした。はい、というわけでこちらの企画早速ね第2弾もやっていきたいと思っているのですが、さて次回に読む名作ミステリーはこちら、横溝正史獄門島です。次回はこちらの獄門島を読んでいこうと思います。今回こちらの動画を見て先生銃殺人事件気になるとは読みましたといった感想コメントや、島田総司作品のおすすめ作品などなど、もうネタバレ厳禁で教えていただけたら嬉しいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。